じゃあ自己紹介簡潔にお願いします。はじめまして、新潟県警マスターオサビックです。自分身長が今215あって、今までそれで生かしきれてないとこがあったんで、まあ、ここで、まあ、2メートル生かせればなと思って応募しました。松井です。 YouTube でゴタゴタ言うけどエドプルキングとやらせてもらえたらと思います。以上、逃げんな。いいっすか、エドプロとやらせてもらって。まあ、彼九州の喧嘩自慢で一番強かった子なんで、結構知ってる人多いと思うんですけど。でいいんですけど、とりあえず、あった、逃げんな。ん？グダグダ選んでいいですね。お前とやっても正面メリットないやんか、レベルが違うし。そうやろ。でじゃないよ、メリットないよ。メリットあんのお前だけじゃない。お前がお前ツイッターでお前俺がオーディション受かったから気にしとったやろ。お前が喧嘩打ってきたからな。ならせや、お前。そうやろ。はじめに俺の名前だし、こっちやで。おい、勘違いすんなよ。あ、だった。で、どうするの？勘違いすんな。段階踏めよ。あ？誰かとやるやん。どうします？いいっすよ。2メートルの彼はエドポールキング興味ないんすか？いや、まあ、2メートル対決できれば。じゃあ俺、2メートルのことやらせてもらっていいっすか？エドポール指名なんで。あー。ちなみに、あの、2メーター超えの方は一回立ってもらっていいですか？本当に2メートルあるんですか？あ、すごい。キング君も。ちょっと前の方に。一回ちょっと。もしあれ、あの、米をもし良ければもうちょっといい。米を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 。米間に真ん中に止めちゃう。僕も参考にしてください。乗り棒はデシャバランクティーよ。あ、すみません。じゃあ米音2対1か。本当にやめてもらっていいですか？まあ絵的に面白いっちゃ面白いな。まあ2メートル対決できれば数字取れるのかな。なんかやってたら格闘技できる。未経験です。未経験。はい。じゃあ松井くんと今からできます。身長差何センチか。何センチだっけ。172。はい、172。40センチ。40センチ。まあこれに勝つようなことがあったらワンチャン。そうっすね。勝てると思ってたんで、はい、もうあとはエドプロが本当に逃げなければ嬉しいです。試合させてもらえれば。